はい、半間家の本家の本物貴族の半間岩先生です。人間がね、悪いことで動くと、私に対してですね、それに対しての罰則はね、人間が一生懸命働いてもらったりとかしてもね、全然償えませんですね。もっと大きいんで。ぶっ壊しがひどすぎますね。で、後で頑張って、ね、人間たち頑張ってやったって、どんどんマイナスになりますね。頑張るのは40%くらいは頑張ってね、死ぬほど働いて、返してもらえますけど、60%は、ね、ちゃんと約束通りとかね、間違ってたらこっちは当然ね、了解しまして、正しくするためにね、相談して考えますけれども、人間たちがね、約束を守った、破ったりとかね、そういうことなんで、お金で返せるほど人間、一生懸命働いても返せないほどの額なんですね。で、命もだいぶ失いますから、だいたい1日平均でね、1000人ぐらいは私との摩擦で死ぬんですよ、人間たちはね。私と人間、私上の生物ですから。ただ人間から生まれてるんで、ね、大昔のように強くはありませんけれども、昔殺されたんで、ね、また戻りたいわけですよ。本物の自分の力と能力。またその宇宙戦争で殺された時ね、より殺されないようにまたなりたいわけです。もっと強くなりたいわけですね。そういうことで、お金の問題以上の、約束破りって人間たちしますね。そもそも何ですか？世界一億万長者の私が何、年金が4万ですか？基金まででたった4万しか出さないんですかね。で、全部例えばアマゾンさん億万長者1位とか、ビル・ゲイツ2位とかね、3位、投資家の3位の億万長者いますけど、私はそこの会社は彼らよりか働いてますよ。パソコンの発明者でアマゾンさんはね、流通ができたわけでしょ。ね。それから一番の発明者ですね。で、ビル・ゲイツの方は一緒に私がハードウェアのね、アドバイスをして作った会社で、実際技術的には私の方が創業者ですよ。ビル・ゲイツよりか。家に呼ばれたことありますけどね、仕事関係で。ただ、本物貴族なんで行けませんでしたけれども、ね、それが投資家でもね、私の方は無限に稼げるけれども、ね、核爆弾妨害でね、攻撃してきますでしょ。飛行機はマレーシア航空機撃墜されたりとかね、外回りで直接じゃないから、他の火吹くんで危ないんで、ね、ちっちゃいものが爆発した方が助かったんで、そういうことでロシアはね、私に戦争を打ってきたけども、そういう意味で安全にするためにやむをえなく公表するためにですよね、防御でききれないから、外側のものはね、世界が動かすままになってしまったわけですね。だから撃墜されたわけですね。私は怒ってくれたんで、戦争を打ってきたんで、乗らないでいられたんですよね。安全にいられたわけですね。撃墜されないでね。福島原発とか東海村臨界事故は私に対して世界中の人間が攻撃でつけた事件なんですよね。事故じゃないんです、あれは。わざと起こしたんです。世界政府と東京のね、国会の議員さんたちが決めたんですね。それで通達したんですね。わざと事故を起こすようにしろという命令して、みんな、自分たちは当然死にますけど、その命令通りに従ったわけですね。
私への攻撃なんですね。前もって電話してるんですけれども、東海村などはね、福島原発の方も連絡すると逆に今度お前殺すぞと警察の方にまた電話してっていうことで言ってくるんで、自分だけ単管だけ用意してね、備えたわけですね。私は地震だけでしたけれども、まあそんなことで人間たち償えないことをやるんだけど、罰則はね、それで私が手加えてやるもんじゃないわけで、自然にやってるわけですけどね、ひどいからってもう本当にめちゃめちゃで自分たち死んでもいいということでやるんだろうけど、これは余分に費用がかかるわけですよ。余計にこっちに迷惑かかるわけですね。ね。悪いからって余計に暴れ回るわけですね。余計に捕まえるよりかもっとひどくなるわけですね。それでまたこっち攻めてくるわけですよ。ね。で、一番の問題は人間たちは何ですか？地球を破壊するよという脅かして金を盗むというのが役所が徹底して、世界政府役所そればっかしですよ。役所っていうのは正しくするものが仕事で、盗みをするもんじゃないんですよ。ね、まあ、人間が全員がそういうふうに代表でやってるからって言って、人間たちのことですよね。役所は、ね、世界の役所っていうのは人間たちが作ってるもんで、ね、役所がやってるわけじゃないですかね。人間たちがそれで動かないと食っていけないからって言ったって悪いことで食ってしょうがないでしょ。そもそもね、今の現状はね、役人でね、定年まで勤めた人は全員死刑ですよ。もう100%死刑にしないといけない状態ですね。逆に犯罪をしてんですからね、人間たち。で、今日肉食で盗むだけでしょ、全然。で、捕まんないまでにね、団体でね、